テガ2000連発の6号、ソロロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手、29、が、現地時間23日のナショナルズ戦に、2番、指名打者でフル出場。第5打席で6号ソロを放った。ナショナルズ先発は、今季2度目の対戦となる、ベテラン左腕コービン。ナショナルズパークでの初打席は、フルカウントから、外角低めのスライダーに手を出すも、バットを真二つに折られ、2ゴロに終わった。1点を追う3回表、1四一塁で迎えた第2打席は、カウント2から2から、内角高めのシンカーを捉えたが、十字架で凡退となった。5回表、2四二塁の同点機で迎えた第3打席は、カウント2から0から、内角のフォーシームを打ち上げ、センター定位置付近への中飛に倒れた。同点の7回表、西走者なしでの第4打席は3番手右腕ウェームスと対戦。4球続けて見送り、四球で出塁。続くフレディ・フリーマンの右前安打で3塁へ進んだが、ウィル・スミスが凡退し、勝ち越し点には繋がらなかった。2点リードの9回表、先頭打者として迎えた第5打席は6番手、右腕マット・バーンズと対戦。カウント1から0から、ど真ん中に入ったスプリットを完璧に捉え、打った瞬間確信の6号ソロ。今季最速となる、打球速度 118.7 マイル、約 191.0 キロの一発を右翼スタンド2階に叩き込み、貴重な追加点を挙げた。この試合の大谷は4打数1安打、1塁打、1打点、1四球の内容で連続試合安打を8試合、連続試合出塁を21試合に更新。今季成績は打率364、オプス 1.107 で、共に全体トップの数字となっている。